皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回は、新ギレンの野望、地球連邦軍、V 作戦禁止、モビルスーツ生産禁止プレイ、続きをやっていきたいと思います。V 作戦を禁止したことで、最短でも21ターン目で、ジオン軍への反攻作戦が開始できるという大きなハンデを負ったプレイになっていますが、順調にですね、攻略の方を進めていまして、前回は、オデッサの攻略を行いました。モビルスーツいっぱいいるじゃねえかというご指摘あろうかと思うんですけども、もう全部これはですね、ジオン軍のモビルスーツを露獲したものですね。ここにいるガンタンクはモビルスーツではなくて、車両扱いになっているガンタンク2です。今回は地上での戦いを一度ね、制圧し完了しましたので、いよいよ主戦場を宇宙へと移して戦いを行っていきたいと思います。その最初の目標が宇宙要塞ソロモン。ここの攻略を行っていきたいと思います。早速、ソロモン攻略作戦の発動を行っていきます。ソロモン攻略作戦発動です。で、残っている地球上のジオン軍の拠点、キリマンジャロ基地。あるんですけども、ここは一旦無視してですね、ソロモンの攻略を進めていきます。指揮する要衝にしてジオン本土を防衛する最重要拠点である。地上においてジオンを圧倒した連邦軍は必勝の策をもってこの難攻不落の要塞に挑む。ジオン本土を目指す連邦軍の新たな戦いが今始まろうとしている。はい、続いてソーラーシステムの設置、これも行っていきましょう。お金がね、少しずつ不足し始めていますが、このお金の不足はですね、地上の拠点制圧を進めていくことによって回収したいと思います。この61式戦車を各地に派遣してジオン軍に制圧されている拠点を回収して回るというところですね。で、オデッサでは今、ペガサス級とマゼランを生産開始していますので、これ3ターン後に生産完了したら、このオデッサから宇宙に打ち上げていきたいと思います。残り、ご覧のようにビクトレートがね、入っていますので、これらでオデッサの防衛を行います。では、時間を進めていきましょう。まず、部隊ですけども、ルナ2を守っている部隊はこのままルナ2を守るんですけども、ルナ2から密かに発進したこのペガサスとマゼラン・サラミスの混合艦隊、これをですね、迂回させてソロモンを直接狙おうかなというふうに思っています。ルナ2に肉薄して生きているジオン軍を倒すとなるとかなり苦労することが予想されるので、これあえて相手にしないということですね。さらに北京では密かに生産を進めていたマゼランの海、これにですね、デブロックと、セイバーフィッシュとパブリック、これを搭載していますので、これを打ち上げていきます。これによっていきなり地球上空に部隊を送り込めるということにね、なっていきます。で、もちろん、マゼラン、ペガサスには提督機を乗せています。で、この後ですね、提督が不足してくると思いますので、そうなると射撃適性の高いパイロットをですね、乗せて、艦砲射撃で敵部隊をね、壊滅させてもらいたいというふうに思います。ご覧のように、北京上空に、ご覧のような形で、マゼラン、海が合計で、8隻生まれ出た形ですね。この後はですね、一挙にソロモンを目指して進撃してもらいたいと思います。では、時間を進めます。さらに北京からマゼラン海、これを打ち上げていきます。しっかり提督を乗せてから打ち上げましょう。宇宙でもいよいよね、ご覧のような形で反攻作戦が開始されていくわけなんですけども、
補給の面で少し心配があるので、同時にですね、やっぱりルナ2に展開している部隊もですね、しっかり敵を、まあ、駆逐していくということを行ってですね、補給路線、補給ルートというものはね、念頭に入れて進軍していきたいと思います。あと、グレイファントムがようやくですね、ジャブローで建造が完了していますので、グレイファントムを今後生産ラインには載せていきたいと思っています。で、グレイファントムについては、早速ジャブローから打ち上げて、主戦場、宇宙で戦ってもらいたいと思いますので、まあ、またそれもね、もうすでに艦長はいないんですけども、パイロットを誰か乗せてアサインしていきましょう。誰がいいかな。もう一番火力があり耐久もありっていうのがね、グレイファントムになってくるので、やっぱり優秀な人をつけてあげたいですよね。グレイファントムはレイヤーに乗ってもらいました。まあ適正で言うと B なんですけども、まあ、射撃も高いし防御も高いしバランスが取れているので、グレイファントムには一旦乗ってもらって、この後ね、優秀な提督とどっかのタイミングで乗せ替えていければいいかなというふうに思っています。ルナ2の方はですね、敵を引きつけていてロベルトだったりシン・松永、クランプ、コズ、さらにここにはシャーなんかも引きつけているので、この状態はキープしたいと思います。ギレンもいるしね、こういうところで敵の戦力をできるだけルナ2に釘付けにしている間に、いい部隊をなんとかちょっとでも早くソロモンに肉薄させていきましょう。オデッサからもペガサスとマゼランをパイロットを乗せて出撃打ち上げしていきます。ここにまだ機影が確認できてないんですけど、ゼーゴックが多分いてですね、マップ兵器を食らってセーバーフィッシュがここ一列なぎ払われました。これちょっと痛いな。攻略部隊の方に今セーバーフィッシュの大半を回していたので、生産がねちょっと微妙な状況にはなっていたんですけども、そこに来てこのマップ攻撃ですね。で、ルナ2に展開していたジョングも一部撤退を開始していて、北京上空の拠点確保したんですけど、今ここの攻防になりつつあります。ここの攻防であまり消耗したくないので、先行している部隊は先に進んでいきたいと思います。バーミンガムの開発ができるようになりましたね。バーミンガムは開発しましょう。お金にちょっと心配があるので、先にバーミンガムのね、売額投資で金を使ってしまいましょう。もう研究に関してはバーミンガム以上のものはないので、ここで投資は終了します。あとはニュータイプの研究機関の設立、これ一応やっておきましょう。まあ、どれだけね、このプレイスタイルの中に適応できるかというのはあるんですが、入れておきます。戦術面なんですけども、北京上空の拠点は放棄してですね、全力でソロモン取りに行くことに変えたいと思います。なかなかこの敵のね、グアジン、ムサイ、あとビグラングにビグロもいるような状況を考えると、この先ここを、まあ、守りきるというのは、まあ、事実上困難かなと思いますので、まあ、ここはもう放棄して、全軍でソロモン攻略を目指します。で、一部部隊をですね、そこから分離して、今操作しているところですが、先にここ、サイド1を制圧してですね、ソロモン攻略後スムーズに、バオアクーに進行できるように、部隊をね、一部派遣、先にさせておきたいと思います。部隊はですね、だいぶソロモンまで迫ってきました。敵の迎撃モビルスーツも出てますが、数は多くないので、このままですね、突入させていくために、軍を前進させていきます。これだけの数で
攻め込むので、なんとかね、少ないターンで攻撃を終えてしまいたいなというふうには思っています。そのソロモンなんですが、部隊数8なので、ほとんどモビルスーツいない状態ですね。ただ生産リストの中には、ムサイとビグラング、リックドーム、ツバイ。これが生産ラインに乗っているので、このターンでの突入は難しいんですけども、次のターンで約半数、これを投入してですね、さらにソロモンを追い詰めていきたいと思います。で、この破壊されたサイド4なんですけども、ここがね、一つ重要な補給場の要衝になりそうなので、ここには部隊を一部展開して、敵の追撃、これを阻止したいと思います。今ここにね、敵部隊が集まってるんですよね。そして、ルナ2は相変わらずというところになりますが、しっかりと防衛の壁を築いておきたいと思います。では、ソロモンにね、突入していきたいと思うんですけども、その前に、状況を確認しておきましょう。ルナ2なんですけど、敵、そのまま引きつけてまして、シャアなんかもね、釘付けにしているという状態です。まあ、このまま、ここはね、敵を誘引してもらって、戦力を、ソロモン、バオワクーンに持っていかれないようにっていうね、注意をしておきましょう。続いて、マドラスなんですけども、ここもね、敵を十分に引きつけてくれています。ここで敵をできるだけ地上に留めておくっていうね、そういう展開を検討しているというところですね。で、北京がちょっと敵に侵攻を受けつつあるので、北京も壁を作りました。そして、ジャブローですが、頑張ってね、壁を維持しているので、これだけの敵の戦力を釘付けにしているという中で、いよいよ、ここからソロモンの攻略戦へと入っていきたいと思います。では、ソロモン攻略戦です。これを見る限り、ブラウブローなんかがいそうですね。ブラウブローがいるものの、ビグザムなんかはいなそうなので、このまま進行を行っていきます。一応、四方八方から侵入する形をあえて取ってみました。この後、第2陣としてですね、主力部隊が入ってくると思いますので、そこに向けて進行ルートを確保しておきたいと思います。今全体の勢力のですね、大体4分の1ぐらいの戦力をですね、今回投入しているというところで、この後の後続の部隊に期待したいと思います。コロナも全く先がね、見通せない状況ですよね。最初、緊急事態宣言2回目発令するときは、500人以下、1回の感染者数が500人以下になったら解除を検討するっていうような、話、状況になっていたと思うんですけども、それもね、本当にそのタイミングで解除するのが、好ましいタイミングなのかという問題もありますし、解除したら解除したで、また、じゃあ感染者数が増えたら、同じようにもう一度再発令するのか、それっていたちごっこになるんじゃないかなっていうね、そういう思いもあるし、ちょっと難しいですよね。緊急事態宣言が仮に解除されたとして、今みたく少しずつでも感染者数がね、減っているっていう状況が続くのであればいいと思うんですけど、緊急事態宣言が解除されると、やっぱりどうしても人出は増えるだろうし、それに伴って感染者というのも、多かれ少なかれ確実に増えてはしまうと思うので、それをね、どういうふうに捉えるかっていうことだと思うんですけどね。皆さんはね、どう思われますかね。さあ、ティアンムがソーラシステムの発射に関して進言してきてますね。これで、だいぶ数削れたな。成功です。ソロモンの防衛機能は完全に沈黙しました。これによって敵の数、相当数減ったと思うので、残りのね、敵部隊、壊滅させていきましょう。ちょっとビグザムがですね、基地の
中央部に陣取られてしまって攻略不可能に陥ってしまったので、ビグザムをなんとかね、基地の中心部から引き離そうということで少しやり直しタイムリープしています。部隊は集結済みですね。そうだな、バスクのペガサスをもう一隻入れて、これで敵の出方というかね、ビグザムの動きをうまくこっちでマネージしていきたいと思います。で、できればビグザムをね、拠点外、基地中心部外で、止め置いた状態で一気に部隊を送り込んで、その後エネルギー切れを誘って最終的に仕留めていくという作戦を考えたいので、ちょっとここは要注意というところですね。もう一回マップをおさらいしておきます。今ですね、ディアンムと、サラミス海のジャックが入っていて、新しくここにバスクのペガサスを入れました。これでここにいるビグザム、これをねうまくおびき寄せようという作戦です。では始めていきましょう。ちょっと思惑が外れてビグザムが基地中心部に戻っていってしまったので、ちょっと困ったな。なんとかしてビグザムを基地中心部から引き離したいっていうのが意図なので、このペガサス入れたのがまずかったかな。ちょっとペガサスは一度外に出します。これでまたビグザムが動き出してくれればいいかなという思いですね。ビグザムは基地中心部から少し移りました。これで様子見しましょう。ビグザムがここまで移動してきましたね。これはこっちとしてはありがたい感じになってます。なのでこのままここでビグザムがこちらに向かってくるのを待ちましょう。ビグザムのエネルギーが切れれば撃破のチャンスも出てくる。さらにね、回復されなければじりじりと削り取ることもできるということになりますので、ここはビグザムをちょっとでもいいのでこちらにおびき寄せます。これで次のターンビグザムに一気に強襲できると思うので、そこで仕留めていきましょう。侵入する経路はもちろんビグザムがいるところ、ここから侵入してビグザムを取り囲むというのを拠点攻略、このソロモン攻略の中心に据えたいので、ビグザムがいるところから大部隊を、それと効率よく攻略するためにですね、四方八方にも一応2隻ぐらいずつですかね、侵入はさせておいて、わずかに残っているソロモンの基地、防衛設備、これをね、破壊して基地中心部に迫って、いければいいかなというふうに思っています。さあ、まずはビグザムの動きをセーバーフィッシュで完全に封じていきましょう。ビグザムをここから出しませんよというところですね。あとは前進していきます。ビグザムさえここで防いでしまえば、あとは、敵をね倒すこともたやすいと思いますので、ここは確実にビグザムを封じながら進んでいきたいと思います。一応せっかくパブリック持ってきてるんで、まあ、ばらまきながら進みましょうか。ビームかくらん膜をばらまきながら進んでいきます。マップの左側から入った部隊はビグザムのいないこの隙をついて、手薄になった基地中心部、ソロモンの中心部に迫っていきます。順調にいけばね、
基地中心部早めに抑えられるかなと思いますので、基地中心部を抑えたらビグザもエネルギー切れに追い込んでじっくりとね、仕留めていくという戦い方ができるのかなというふうに思っています。ビグラングはここで撃破ですね。ドーズルのビグザムも4分の1ぐらいは削りました。残り4分の3じりじりとエネルギー切れを誘って削っていきたいと思います。さあ基地中心部はガラ空きにしました。これで基地中心部の制圧はできて、あとはビグザムをエネルギー切れに追い込んで撃破していくというね、戦術がハマりそうですね。ここもビグザムの攻撃を防御して、ビグザムは完全にこれで無力化できたと思います。ビグザムドーズル乗ってますが、ご覧のようにエネルギーがもうゼロに限りなく近い状態になりましたね。これは大きい。では基地中心部の制圧進めます。スレッガーなんかもね、マゼランに乗ってもらって艦長やってもらってるんで、スレッガーは能力的にはね射撃高かったりするので全然使えますね。ではこの後はビグザムを打ち取って、このソロモンのね攻略を完了していきたいと思います。ビグザムようやく撃破できそうです。最後はペガサス級の戦艦6隻で囲んでミサイルで撃破していくというね、そういう戦いになります。これで次はバオア空の攻略にね取り掛かっていけると思いますので、バオア空攻略戦を考えていきましょう。成功しました。これによって我が軍はジオン侵攻の足がかりを得たことになります。報告します。支持率向上に伴い支配地域からの収入および生産が大きく向上しています。報告します。では、今回はねソロモン攻略完了しましたので、ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。